本日は10月8日、ここは関心マッサン駅です。今発車しているのは京葉線2233京5線番台。何をレッドの線が特徴的ですね。これが一番ポピュラーな車両なのですが、実は京葉線には1編成だけ変わり種がいます。そんなのいるのか？それがこちら。あれ、なんかさっき見たのと違う。こちらはですね、京葉線209京500番台です。京葉線に1編成だけ在籍するヘンテコ車両です。ひゃ、乗るか。側面には209系特有の JR マークが。でかいな。車内表示器は3色 LED。古めだよなー。英語と日本語が交互に表示されるんですね。側面膜も209系準拠の3色 LED。内本量が少ないですね。それは仕方ない。実際に乗車してみましょう。いやにもしにそんなドアチャイムですね。209系は全体的に高だからしょうがない。この車両は機器更新を受けているのでインバーター音は割と静かめです。言われてみればケボ古い車両なのにまあまあ静かだな。さてこの列車の次の駅は新習志野という駅です。ご覧ください、この3色 LED。 これはもうね、世界遺産として残すべき最高でスーパーな技術ですよ。私たちは現代に感謝しなくてはなら。この車両には自動アナウンス機能なんて贅沢なものはついてません。今では当たり前についているんですけど、ないもんなんですね。確かに車両としては珍しいですが、209系500番台自体は他の路線でも走っています。残っているのは八高、川越線や武蔵野線ですね。少ないと思いきや多いと思いきや少ないですね。これでもかつては第一線だった中央、総武線からは撤退済みです。言われてみれば、こいつ平成12年生未定だから、まあまあな古さだな。そして越し高のステッカー、電力がうんぬんとかうるせえ知らねえ。おい、使った衣装が今では関西の奈良線などでしか走っていない100関係なのは悪いですね。あ、一応走ってはいるんですね。車庫には武蔵野線で生き残っている209系500番台が居座っています。あいつらがこいつの仲間ですか。そういうことですね。列車は新習志野に到着。ちょうど209系500番台武蔵野線快速武蔵野号が向こうにいました。あいつも車庫に止まってたやつと同じやつか。そうひとまず最初の駅に到着だな。やめないんですね。そりゃあ先頭車にいるので仕方ない。ところで二俣新町駅、面白い位置にあるんです。どんなところにあるんですか。ここです。なんでそんな変なところにあるんだ。貨物列車の運搬を楽にするためだったり、特別時に車両の方向転換をするためだったり、それで用いられるからだそうです。ちなみにこのように三角形状に線路があるのはデルタ線と呼ばれているそうです。基本は使われないけど何かし重要なんですね。まあ通勤列車ならこんなもんでしょう。古いからそんなでねえだろ。この車両の最高時速は110キロです。意外と出るんですね。ただ、E233系の最高時速は120キロですので、やっぱりそれに比べると結構取ります。ご覧ください、20年ほど前ということもあり、レトロな速度計が用いられていますよ。最近のってどんな感じなんですか。速度計に関しては今や一般的にディスプレイに表示ですからね。この電車の椅子は柔らかいのか。E231、209は基本的に椅子が硬いもんなんですが、これもやっぱり硬いです。お尻が痛くなっちゃいそうですね。ところで私はこの辺の車窓から見えるジャンクションが好きです。ごちゃごちゃしてるな。男の子はなんだかんだごちゃごちゃしてるやつが好き。次の駅は夢の国への入り口が待ち構えている駅です。ネズミスタンドですね。ちなみに夢の国に入るには8200円が必要。鉄道ファンみんな大好き全面展望のお時間。ところでこの車両、やっぱりレアだからか老若男女問わず撮ってる人がいました。やっぱりレアなものを人間は好むんですね。そして武蔵野 E231 とすれ違い。武蔵野 E231? 武蔵野線で走っている E231 系の番台です。これも209系500番台と同じく第一線だった中央、総武線からはほとんどの車両が引退済みです。ほとんどってことは E231 系の番台は6編成だけ生き残っています。はい
これについてはまたいつか詳しく解説しようと思っております。絶対語れよ。早い、夢の国の一角が見えますね。やはり京葉線209系から眺めるなんとか京葉線屈指の爪爪 LED 表示です。だいぶ爪爪の表示になってますね。漢字もちょっと爪爪だな。私、葛西臨海公園にはよく行ってたのですが、そちらもまあまあいいムードですのでおすすめです。ネズミーランドもいいけどこっちもおすすめってか。次は国内の火口域、越中島です。いよいよ過ぎたあたりでいよいよ地下に入ります。真っ暗ですね。地下鉄みてえだな。地下鉄みてえっていうか地下鉄じゃねえか。やはり京葉線の地下区間は楽しい。ちなみに越中島駅にはだいぶ前の動画でちらりと触れたことがあります。本当にちらりとでしたけどね。あ、次の駅が東京駅みたいですね。こういった時駅案内に東京って現れるとすげえってなるんですが、私だけですか。バリバリの東京人なのに変な楽だな。上に光が見えてきました。なんか随分東京駅っぽくないですね。京葉線のホームなんてこんなもんすよ。他のホームは貴重なんだよな。もちろん。あ、でも横須賀線と丸の内線は地下だな。20万万からの言い直しは高いですよ。いやですがね、違いますよ。私たちは事実を伝えること、それが使命とされています。そんな嘘800で固められた動画はこういった解説動画において必要ではないと思うんですよ。もちろんですよ、まあ穴子混ぜるあからさまなジョークだったらそれはそれでいいんですけど、ここでジョークを言っても伝わらない。きっと信じてしまう人もいる。その観点から言うと私たちは信じ、最終線の東京駅に到着でございます。この列車は折り返して快速蘇我駅になるようです。古くても本当に響くにあるまんなんですね。まだ京葉線209系は輝き続けるよ。この列車は中央、総武線から始まって京浜東北線、京葉線の順に転属。帯をよく見ると、黄色が見えてますね。こいつが名残か。というわけで以上、京葉線209系500番台の動画でした。乗れたらラッキーな車両だな。今回はたまたま遭遇できたので記念に撮ったのですが、偶然の湯のをやってみたり狙って乗ったりするのはやっぱり難しいです。いかんせん壮絶な過去がありますからね。新しくて快適なのもいいですけど、たまには古い車両も面白いですね。だな。それではここらで終わりとさせていただきます。見てくれてありがとなー。また次の動画も見てくださいね。Ready. Isoshiru. Yoinjuku na genjame da yo.